はい、ということで、親友ができちゃう熊ともやっていきましょう。チンコ食べたいなぜ。しょっぱなから何を言ってんだ。どういう教育をしたらこんな。熊とも食べたいなぜ。この2連発はあかんぞ。最初は恒例のご飯タイムから行こう。肉が食べたい。いや、小学生か、ワンパク小学生か。お肉系だったらね、そうだね。チキンライス作ろう。よいしょ。ごめんね、全然肉の要素ない。素材を選んで切ろう。はーい。よ、最初じゃ人参からいくか。おーい、さささささ、これが俺のみじん切りだ。どうだ、細かく切れただろう。よ、あ、まだ切んの？あ、オッケー。もうちょっとかな。あ、もうちょっと切んの？はい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 、せい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 、ほいせいせいせい。あ、大丈夫？確かに玉ねぎは染みるね。おー、なにこれ。おー、気持ちいい。いや、肉でかくね？ 4 切れってあんなでかくね？フライパンで炒めよう。はーい。オッケー。まずは油を拭きます。ピューっと。お、いいね。いい楕円状だもんね。具材を入れると。なるほど。具材から炒めていくのね。なるほど。あー、こうやってやるのね。ジグザグズに。ウェイ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 。美味しそうだね。ここでご飯を入れます。まあちょっと待っとけよ。で、ここでシャカ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 ペッペー、シャカシャカペッペー、シャカシャカペッペー。焦げたかな。もうすぐだよ。焦げないように頑張るね。で、ここでケチャップをつけて色をつけていくわけだよね。なるほど。ウェイ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 。美味しくなれ、美味しくなれ。オッケー、愛情込めて作るよ。ほい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 、できたー。できたよ、フグタくん。なんで穴子出た。いや、可愛すぎかよ。盛り付け可愛すぎか。玉ねぎを切るときは縦に素早く包丁を入れましょう。ああ、あれでももう遅かったんだ。オッケー。鼻にぶっ刺さってるよ。鼻にぶっ刺さってるよ、これ。旗。スプーンを使って取ってあげましょう。はーい。はい、行くよ。あー、どう？あー、熱いか。あ、大丈夫か。あー、熱かったね。やっぱり、ふーふーしてあげる。ふー、ふー、ふー。あ、やっぱり、え、まじ、あそこ、あ、こういう機能あんのね。びっくりした。はい。はい。あー、あ、どう？どう？美味しい。どうかね。あ、美味しか。あ、蒸しかよ。まあいいだろう。六郎先生にもちょっと。そんなことなかった今まで。はい。おお、ありがとう。恥ずかしいな、これ言うの。あー、もう要求されたんだけど。おいしい。いや、おいしい、ありがとう。いや、いいやつだな。やっと俺に懐いてきたか。いや、我慢できない？いいよ。あー、かわいい。かわいい。え、じゃあ最後だよ。はい。あー、もうバカ。最後、あんしたかったのに。どう？あら、美味しそうに食べたね。かわいいね。ごちそうさまでした。いいよ。お願い聞いてくれてありがとう。あ、一応お肉入ってたしな。うんうん。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。ロクロ先生。どうしてドラえもんみたいだね。今日はね、ロクロ先生にプレゼントを持ってきたの。いいの？はい、これ。やっと。プレゼントです。ありがとう。何？何？楽しみ。なんだろうな。どんぐりかよ。お、どんぐりだった。前回の話のどんぐりか。ゴンザレスが公園で見つけた大きな大きなどんぐりちゃんなの。あー、でもありがとう。ロクオ先生覚えてるかな。前にお話ししたでしょ。覚えてるよ。すごく大きなどんぐりちゃんを見つけることができたら宝物にするんだって。うん。ね、ね、見て見て。このどんぐりちゃんすごく大きくて形もまん丸で可愛いでしょ。うん。これぞ宝物どんぐりちゃんっていう感じがしない。そんな大事なものを俺にあげていいの。そうだね。でしょ、でしょ。ゴンザレスもそう思ったんだよね。うん。だから決めたの。これを宝物にするって。うんうんうん。それでね、ロクオ先生。ゴンザレス、この宝物どんぐりちゃんを見つけた時にね。うん。こんなに素敵で立派などんぐりちゃんは
プレゼントにぴったりだと思ったの。ありがとう。ノクオ先生、いつもいろいろ教えてくれてありがとう。いやいやいや、全然こちらこそ。ゴンザレスの宝物どんぐりちゃん、プレゼントしちゃいます。いや、優しいな。今度また可愛い素敵などんぐりちゃんを見つけたら、それもノクオ先生にあげるんだ。ノクオ先生のお家をどんぐりちゃんでいっぱいにしちゃう。いやいや、それはいいかな。これだけで十分。楽しみにしててね。十分かな。どうした？ゴンザレスさん、何かあなたのことを知りたいようです。はいはい、ほいほいほい。ゴンザレス宝の地図を発見しちゃったの。本当に？それはダダン、さっきのテレビ番組放です。ほうほう。あのね、あのね、さっきのテレビ番組放ってすごいの。うん。1週間分のテレビが全部載ってるんだよ。あーね、これがあればいつどこでどんなテレビがやってるかわかるの。確かに。すごいよね。すごいよね。すげえ、この二択のさ、この知ってたよが、ちょっとこんな冷酷なこと言うの、まあ、知ってたように してみるかちょっと。知ってたの。うん。こんな素敵なものがあるなら教えて欲しかったな。ゴンザレス雑誌が大好きになっちゃった。あ、ノクオ先生が好きな雑誌って何？好きな雑誌か、週刊文春かな。あのベッキーとかで話題の。週刊文春なんだね。そう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 。週刊文春ってどんな雑誌？そうだね、ファッションでもな、音楽でもな、漫画でもな、その他だね。うん。そっか。ちょっと大人の事情が、ええ、絡んでる。ノクオ先生はいろんな雑誌を読んでるんだね。そうだね。すごいの。雑誌って一つの本の中にいろいろ書いてあるからお得だよね。今度ゴンザレスも週刊文春読んでみる。絶対読ませないよ。一緒に雑誌を読んでお話しするって友達っぽいの。雑誌に載ってる新しい金色の人工物に。どういうことですか？のポンデリング屋さんに。ああ、まあそれは合ってるけど、その前がちょっと。素敵、憧れちゃうの。ゴンザレスとノクオ先生もいっぱいお話しして。うん。お買い物してご飯食べてるよね。そうだね。なんだか友達みたいだよね。どうもお話ししてたらゴンザレスの胸ポカポカしてきちゃった。うん。嬉しいな、嬉しいな。またお話ししてね。もちろん。お？なんだこれ。おー、ラブレベルアップ、やったやったぜ。なんか違うなと思ったら、ラブレベルが4になりました。やったぜ。もっと好きになったみたいだって。これ続くのかな、ストーリーが。あ、え、なになに。友達見つけた。おー、ノクオ先生。はいはい、なんかストーリー的なものかこれ。どうも友達見つからなかったよ。見つからんかったんかーい。ゴンザレスのお仕事、このままじゃ思い出せないね。あ、あのね、ノクオ先生、手をつないでくれる？いいよ。はい、寂しがり屋さんだな。ノクオ先生と手をつなぐの、ゴンザレス大好き。うん。こうしてるとね、悲しい時でも嬉しくなるよ。そうだね。もしかしたらノクオ先生と手をつなぐのゴンザレスのお仕事なのかも。うん。
そうだったら素敵なのにね。うむむ、ただいま。ねえ、泣くよ先生。どうした？あのね、お話ししたいことがあるの。何？とっても大切なことだよ。おう。ずっと一緒に友達を探してたでしょ。うん。ゴンザレス、友達になりたい人を見つけたんだ。うん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 。あのね、あのね、それってノクオ先生なの。おお、嬉しいじゃん。だってノクオ先生トイレと楽しいし、手をつないだら、うん、あったかいし、撫でてくれると嬉しくなるし、はい、ノクオ先生とずっと一緒にいたいって思ったの、うん、毎日ノクオ先生と一緒ならきっと楽しいよ、きっと素敵だよ。だからノクオ先生はクマじゃないけど友達になりたいの。いいよ、こちらこそいいよ。あ、ダメっていう選択肢はないんだね。じゃあいいよ。ほんと、素敵、素敵、友達、初めての友達。あ、まだ俺ら友達じゃなかったの。先生はゴンザレスの友達。友達。すっごく胸がポカポカする。うん。ノクオ先生はゴンザレスの友達。ということでね、ラブレベル上がりました。今日はこの辺で終わりましょう。ありがとうございました。 Thank you! バイバイ。